中尾さん、はい、ちょっと今回ですね、はい、いつもリセールとかで、こうランキングにして教えてもらってるんですけど、はい、ちょっとシンプルに新車が安い軽自動車を5つぐらい、うん、まとめてご紹介してみたいなということで、そう、単純に売り値が安いやつね、はい、うん、特に足でね使うとか仕事で使うとか、まあ予算重視の人ででも新車買いたいって人は検索する手段がないだろうからやりますか。なので、はい、まあ、その車の特徴とかを踏まえて、うん、はい、ちょっとお聞きしたいなと思います。じゃあ K ね、はい、軽自動車です。じゃあ5位から、5位からお願いします。早速いきましょうか、はい、第5位、はい、エブリ。あ、エブリここに入ってくると、うん、エブリバンね、はい、これバン商用車の方です。これ結構リセールでもいいっていう、そうリセールでもやったけど商用車はリセールがいいよねっていうね、はい、寿命が長いから売っても損しない。これ実はね、新車の本体価格99万1000からなるほどあります。今回はベースの時点での本体価格でランキングつけてますから、はい、うんうん、でこれ実はまあおまけで、はい、OEM ね、これ結構知らない人いるんじゃないですかね、うん、まあ、いわゆるスズキが開発して作ってるんだけど、はい、それを一緒に売らしてみたいなメーカー同士の約束があって、うんうんうん、このエブリでいけば日産から NV100 クリッパー版ってやつが出てます。プラスマツダからスクラム版、はい、スクラムっていうかな、スクラム版かなでっていうのがあります。ありますね、はい、うん、これ何が違うって言ったら、うん、マジでマークだけ、うん、本当そうですね、違いはマークだけ。まあこれ何がメリットあるって、スズキがも作るしマツダも作って日産も作るってなるとさ、バラバラの製造ラインで作って開発して競争をお互いするよりはある程度こう住み分けしませんみたいな、多分中で話し合って、はい、まあ、開発コストとか下げたら競合もないし、お互い今談合みたいなもんよね、うん、まあ、しかもなんかそのユーザーさんからすると、うん、正直エブリ欲しいんだけど、うん、もともとその知り合いのディーラーの営業マンがマツダとか、そう、そういう場合いいですよね。いいよね、はい、まあ、でも本当その通りだと思う。これ実際価格とか中古車相場的にはどうですかね、うんうん、そう、まずね新車値段は一緒なんだけど全く、はい、中古になると日産の NV、はい、クリッパーの方が安いね大体。あ、なるほど、まあ、もう年式の価格帯によるけど、まあ、感覚5万ぐらい安いって感じ、うんうん、まあ、それぐらい車の選択も全く一緒だからね。それってやっぱりなんか検索ボリューム的な話なんですかね。そう、本当その通りで、カーセンサーで調べるときにさ、うんうん、よしスクラム調べようとか、はい、NV 調べようっていう人よりはやっぱエブリ調べようっていう人が多いよね。確かにそうですよね。だからちょっと安くしとかないと売りにくいっていうのはある、はいはい、全く同じでなったらじゃあもう一応本家のスズキっていう人が多いから、うんうん、やっぱ5万さ、できれば10万さつけたいっていうのが本音かな。これ話してからすると新車で買うなら値引きの幅も多分ほとんど一緒だから、スズキのエブリ買った方がいいと思う。なるほど。逆に言うと中古だと乗り潰す人とかなんかだと NV とかスクラム狙い目だと思うよ。うん、その中でエブリといえば、うん、まあ、ライバル車種でいうと、うん、ハイゼットカーゴとか、あ、そう、ね、アトレー周りもあるじゃないですか。あるね。これランキング的にどうですか。うん、これ6位やね。あ、6位なんですね。6位やね。ハイゼットカーゴが6位で、はい、これ新車本体価格は104万5000円かな、はい、うん、でもこれもね、じゃあ何が違うのっていうと、まあ、スズキはさ、オートマじゃなくてもうちょっと安い設定に 5AGS やったっけ、はい、オートギアシフトってやつがあるから、うん、いわゆる坂道とかがいいっていうね、あれはね、うん、だから、まあ、オートマより安いという設定がそもそもあると、はい。ハイゼットはそれがないから、ハイゼットは何 CVT なんだっけ。そうですね、 CVT になってて、最近モデルチェンジしたってのもあってね、まあ、ちょっと比較的エブリに比べると車両価格が高い。で車の価格も上げてるってことなんやろうね。そうですね、うん、っていう感じです、うん、でこのハイゼットも、OEM があって、はい、トヨタからピクシス版、はい、っていうのになって出てます、うんうん、だとスバルからサンバー版か、はい、まあ、これも基本的にマークだけが変わってるだけって思ってもらって大丈夫。なるほど、うん、まあ、そういった部分で、まあ、ご自身の好みに合わせて、うん、まあ、うまいこと検索すり交わしてやると安く買えるかもと。中古で探すときは同時に探すのがいいだろうね。いいですよね、うん、いいと思う。ありがとうございます。それじゃあ、まあ、エブリが5位だったということで、はい、続きまして4位ですね。4位はね、スズキのアルト。これはね、マツダからキャロルっていうのが出てます。もうこれも完璧、マークの違いだけね。スズキとマツダがこんな感じでこういうの結構がっつりタグ組んでるんだけど、うんうんうん、まあ、これが新車本体価格が94万3000円です。アルト今新しくなって、こう目がこうね、はい、前のやつにちょっと近づいた感じだろうね、うんうん、ちょっと目が可愛くなって、なんか丸っこい感じ、うん、いいと思う、うんうん、仕事の営業者とかでアルトってやっぱよく言われるよね。あ、まあ多いっすよね。銀行員さんとかね、保険員さんとか、はい、よく乗ってると思うって感じです。なるほど、4位あるとということで、続きまして3位ですね。はい、これね、はい、軽トラですね。ハイジェットトラック。お、なるほど、ここできますか。そう、軽トラ来るんよ、はい、結構ここが面白くて、これは OEM がサンバートラックになります、はい、でこれ本体価格は90万2000。あ、結構じゃあもうリーズナブルになってきましたね。だいぶ安くなってきたよね、はい、リセールいいしね、これしかも。
あ、そうですよね。そう、軽トラってリセールいいからね、はい、あ、まあなんかの動画でさ、安ければ安いほどやっぱ結局損しないですよって話したじゃん。まあ金額の差は そもそもスタートが安いから、はい、だけどこれ軽トラって最強リセールじゃねみたいな感じで思った。確かになんかあの10万キロとか、まあ5万キロとか走ってても、うん、結構下がりにくいイメージ。そう、壊れにくいしね、軽トラね。確かに作りがシンプルだから。しかも何よりもあの初期費用他の車に比べて少ないじゃないですか。少ないね。ナビとかもあんまり入れないし、そう、オプションもまあそんなつけんだろうしね。はい、うん、って感じでいいと思う。男のラインで買えると、うん、そうって感じです。まあでもこれよりも安いのがあと2台あるっていうそうそうそう、はい、はい、続きまして2番目ですね。2位いきましょうか、はい、2位はダイハツのミライス。あ、ここでアルトのライバル車種、ね、そう、ライバル車種、ね、こっちが安いんよね。あ、そうなんですね、はい、これは本体価格86万円お、だいぶかなり90万割ってきましたね。そう、ただエントリーモデルというか、はい、さっき言ったように商用車モデルみたいなのがある、まあ、足用で作られてると、はい、でこれは追い目 M がまたあって、トヨタからピクシスエポックっていう車と、スバルからプレオプラス、はい、まあ、これもありますと。前の動画でも言ったけど、新車で買うよりは中古の方がミライスは今やりやすいんじゃないみたいな話をどこの動画でしたと思うんだけど、そうですね、まあ、買うのは俺中古は結構おすすめだし、はい、それを検索するときはプレオプラスとピクシスエポック、うん、同時に検索するといいと思う。ピクシスエポック、トヨタの車ですけど、うん、なんかいまだに結構トヨタって軽乗車やってんだっていう人結構いますよねそうよね、はい、ピクシスメガとかもあるよね。そうですね、なんかいろいろあるいろいろありましてトヨタのマーク欲しい人も意外といるんで。そう、いや結構あるよ。トヨタってやっぱ会社が日本最大企業だから、まあまあそうですね、関係企業は一応トヨタ買っときたいけど軽音でいいんだよね。ああ、なるほど。結構あるよ、それは個別によく聞く、うんうん、だからミライスでいいんだけどピクシスエポックにしたいみたいな、はい、うんうん、これはピクシスの方が安いってことないかもね。確かに高くもないけど、まあ、一緒ぐらいかもね。これちょっと、ま、豆情報というか、うん、あの最近そのアルトライバル車種の方が高いってことだったんですけど、うんうんうん、アルトの方がバン設定というか、うん、なくなりまして、前はアルトバンがあったんか。そうですね、アルトバンが、そうかそうか、なんかそういった設定がなくなって価格差が出てると、そうね、いうのもあるみたいですね。ああ、そういうことね、はい、あ、ありがとう。はい、ということで続きましてラストですね、はい、1位お願いします。はい、1位は、はい、キャリートラック。またトラック来ました、うん、まあ、キャリーっていうんだな今。キャリーですね、はい、でこれは、新車価格が75万2000円。だいぶ安いですね。だいぶ安いね。だいぶ安いです。これは OEM がやっぱり日産から出てて、はい、NT クリッパーね、はい、NT クリッパー、やっぱエアコンなしの設定とか、はい、ミッション設定がベースに載ってるから、まあ、実際それをつけるともうちょっと高くなりはするが、まあでも90万円とかで乗り出せると思う、新車で。そうですよね、だいぶ安くなってますし、うん、安い、まあ、これもその中古で検索するときは、はい、NT クリッパーと一緒に検索するのいいと思うけど、これね、新車安いね中古で買うメリットがちょっと難しい、うん、改めて見てやっぱ思ったけど、はい、やっぱ安い、これリセール最強これやね。いや、結果的にトラックが最初だった。そうなんよね。いや、まあさ、田舎の方で俺ら住んでるからさ、はい、まあまあ地元の金持ちのおじちゃんとか一周回って軽トラ1台持ちたがるやん。いや、それめっちゃあります。庭仕事したりさ、ちょっと趣味で釣り行くのにも、はい、ね、分かるわって感じ。一生持ってるやん、うん、あの人たち。ちょ、距離全然乗んないですなんけどこれさ、はい、10年乗ってもさ、うん、全然多分30万40万ぐらいしたら取れたりするじゃん、距離乗ってなければですね。10年乗って距離さ、例えば5万キロとかだったらさ、はい、50万じゃ買えんよ、市場から、うん、ね、思いますね。10年落ちで半分値段残ってる車ってなかなかないよ今。しかもなんか今スーパーキャリーとか、あー、はいはいはい、ハイゼットで言うと、うん、ジャンボか、ハイゼットジャンボ、うん、ジャンボね。ハイゼットジャンボなんか LED ヘッドライトついてきますしねそうね、はい、あれはリセール最強やね、あれもね。クオリティ高いですよね。そう、いいんじゃないかな、趣味からね。しかもなんかあの荷台に最近だとなんかカスタムして、うん、あ、うん、なんかキャンプギアとか、そう、最近そっちもやってるからね、なんかかっこいい感じの。うちの社員でもいるよ、一人改造してさ、後ろに寝床作って、はいはい、それで高知まで行って車中泊したって言ってた。あ、なるほど、うん、まあ遊びの幅がかなり広がるんじゃない、うんうん、アッパー1だったらね、まあ、そういう、まあ、普段乗ること以外の需要も増えてきたので、うん、まあ、結構意外なランキングになったんじゃないかなと。そうね、はい、そうね、まあ、なんかリセールばっかりじゃなくてね、はい、まあ、パッと買って長く乗れるっていうのはやっぱいいよね。ですね。なんか下がり率でいけばさ、うん、まあ、もっと下がりにくい車もあるんだけど、やっぱ金額安い分さ、そんましないよね、明らかに。まあだいぶ割安に遊べるというか。そうだね、コスパいいかも。いいですよね、はい、まあ、今の内容でいうと、まあ、全部あの新車が今浜中の車、はい、ピックアップさせてもらいましたんで、はい、まあ、あの中古で探す場合は OEM もぜひ検討しながら、うん、もちろん新車も含めてご購入いただくといいんじゃないでしょうか。はい、はい、ということで今回の動画がいいなと思ってもらった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで中野社長本日もありがとうございました。ありがとうございました。
中野社長、今回お知らせがあるということで。はい、お知らせあります。僕がこの業界ね、15年ぐらい第一線でやってきて、車を安く買う方法、それとか高く売る方法、 YouTube でこれまで出してきましたけど、忙しくてなかなか全部見られない人もいるんで、それをね PDF にまとめました。で、ダウンロード方法はね、概要欄に書かせていただくんで、そこからダウンロードしていただければもう皆さん見れますんで、まあ、やろうと思った理由は、この動画を見てくれてる人かなり真剣だし、1円でも安く買いたいっていう気持ちあるけど、騙された人とかも多いから、あんま全部出しちゃうと正直車屋さんが儲けが減るから、ちょっとワンチャン干される可能性あるんだけど、このチャンネルを見てくれてる人は信用してお出しさせていただきますんで、まあ、ツイートとかはしないだろうし。どのぐらい安く買えたりするんですか？手ぶらで行くよりは絶対これ全部見ていったら、上と下で下手したら本当に15万20万変わることも多いと思う。そういうコメントもいっぱいやったしね、まあ、そういった損したくない方はぜひともこちらの概要欄からチェックしてみてください。はい、見てください。